皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、久しぶりの新商品入荷のご案内でございます。その心はですね、2021年型として発注しましたけども、2021年があと2週間ぐらいしかないというタイミングでやってまいりました。ダホンのダブプラスですね。これに関してお伝えをしてまいりたいと思います。でもダブプラスに関して言うとね、なんだかんだ言いながらもほぼ完成の域に来てるなというふうに思っておりましたところにですね、ここですね、このラゲッジトラスとかああいうのをつけるね、あのネジ穴、これずーっと前からつけてくれてずっと言ってたんですけど、やっとついた感じです。でそれとステムですね、これが多分ハンドル、手首1個分ぐらい手前に来るような、形のステムに変更になってます。で、この辺はね、K3 がね、どちらかというと走りを標榜したようなギンギンなイメージになりましたんで、ダブプラスもう少し体を起こして、のんびり乗れますよというようなことを目指しての変更なんだろうなと思います。それ以外に関して言うと、ちょっとクランクの仕上げがこうね、なし地になったりとか、なんかチェーンがね、なんかちょっとそれなりにかっちょいい、こう8分の1なんですかね。ちょっとごつめのチェーンに変わったなというようなところ以外はもうね、変更するところはもうないわなというところなんだろうなと思います。で、実際ですね、これお客さんに納車させていただくものなんですけども、ね、試乗ですね、整備終わった後のこう試乗で、その辺ぐるっと一回りする感じだと、本当にまごうことなきダブプラスで、ダブプラスでね、わざわざ登りに行きますよとか、そういうわけのわからないことするのは我々ぐらいだろうと思いますので、そうじゃないね、街中をこう気持ちよく走ればそれでいいんですよというような人にとっては、実は、ハンドルの位置がね、ちょっと手前に来たというのは、むしろ喜ぶべきことなのかもしれんなというふうには、しみじみ思いました。で、折りたたんだ後の持ち運びのしやすさ、軽さなんていうのはもうびっくりするぐらいですからね。これをいかにね、日常生活に落とし込んでいくかというような、方、そういうふうに考えてくれる方をいかに増やすかというのを、これからね、うちの市場命題として考えていきたいんだというふうに思った次第でございます。